これで L トランスポジションが終わります。で DORB、 普通の振棒ですね、はい、81番。2ヶ月の女性、女子、DORB を見ますと、ここにこの穴の奥の方に開いているのが大動脈です。これですね、これが大動脈の流出路、それでこれが肺動脈です。でここにあるのが VSD が一緒に開口している。でこれがVSD の Y 上部ですね。この症例ではこのレフトスーペリアディビジョンにクリスタインフンディブラセプトムがアラインしている。ですからサブアオルティック VSD です。これはインフンディブラはかなり強制ですけども、まだステノーシスまでは起こってない。将来起こるかもしれませんね。左心室から切り上げちゃってますから、2ミリぐらいインフンディブラーマッスルはありそうです。大動脈弁との間にですね、バイラテラルコーヌス、サバオルティック VSD、 臨床的には VSD とほとんど変わらない、ハイフローの VSD とほとんど変わらない症状を示しますね。この症例は2歳女の子、この症例はやっぱりサバオルティック VSD ですけども、ちょっとこれ VSD がここ、これは三尖弁、膜腰部が肝炎を作っています。これは Y of the septal band です。それで大動脈、インフンディブラセプトム、クリスタはレフトスーペリアディビジョンにアラインして、さらに肺動脈流出路がこんなに狭くなっています。白いジェットリジョンができています。ちょっと肺動脈弁ですね。これはファローと同じモルフォロジーを示す、ファロー型の DORB です。ですから前の症例のもうちょっとクリスタインフンディブラセプトムが前方に転移するとこの症例になる。か先ほどの手のひらが大動脈、手の背が肺動脈、そのアラインがこのところに起こったのが最初の症例で、この症例ではこのぐらいまで転移しちゃってインフンディブラステノーシスまで起こってる。でアオルタはVSD はサバオルティック、いいですね。それで真ん中で止まって定型性があるのがダブリーコミッテ、それから一番左寄りで
ベントリクロインフンディブラホールドあたりにアラインしちゃってるのがサブプルモナリー VSD のケースですね。これはワックスモデルですけども、これはアオルタの流出路、ここに見えるのは三尖弁です。ここまで持ってくるともっとよく見えますね。アオルタはここですから、アオルタはうんと右に寄せられちゃって、三尖弁の直上の位置まで追いやられてるという感じですね。それでこれがインフンディブラセプトム、あるいはクリスタ、大動脈と肺動脈の間にある。で肺動脈がこれで、これが VSD です。でサブプルモナリー VSD、 それからあとこの三尖弁のクリスタへの挿入を見てください。これがあるかないか、だいたい 5,6 割のサブプルモナリー VSD の症例にはあるんですけども、ゼクレーの上ではVSD 肺動脈のリルーティングができない症例ですね。ですから治療上この三尖弁のクリスタへの挿入があるかないかは診断する必要がある。ちょっとこれ照らして、この症例では深々と挿入してますね。でしかもクリスタは非常に深い。でこの症例はサブアルティックステノーシスがあってコアクテーションがありました。これコアクテーションはここには出ておりませんけど、これが左心室ですね。左心室はきれいです。 VSD の入り口がここに見えます。システリックポケットがちょっと繊維性の飛行として見えます。これですね。この VSD 実はインターベントリクラーフォラーメン2なんですね。もう一度変身すると VSD の天井がこのクリスタ、インフンディブラーセプトムが形作るようになるとまともな通路になるわけです。もっともこれでそのまともにアラインするとこれはトランスポジションになってしまいますからね。ですからこれがこのままこういくとトランスポジションになっちゃう。